エディンバラ公爵ケント伯爵アルフレッド・アーネスト・アルバート、1881年、撮影。ケント伯爵は、イギリスの伯爵位。ウェセックス朝の貴族として一度、イングランド貴族として六度、連合王国貴族として一度創設された。ウィレム・ファン・イーペルもイングランド王・スティーブンより、ケント州を与えられたが、爵位は与えられなかったとするのが主流であり。 本校では記載しつつ奇数には数えないとしている。初代ケント伯爵、ヒューバート・ド・バラ・ゴドウィンは、ケント伯爵の称号を所有したとされる。その息子、レオ・フーイン・ゴドウィンソンは1049年頃より、ケント州を統治したが、若年だったため、ケント伯爵にはなっておらず、父の指示に基づき統治したとされ、1057年になってようやく、 ケント伯爵の称号を手に入れた。レオ・フーインは1066年のヘイスティングズの戦いで戦死した。ウィリアム一世のイフテで、バイユー主教のオドは、1067年にケント伯爵に除された。ウィリアム一世の不在中に副王を務めたり、国王軍を率いて、反乱を鎮圧したりしたが、1083年に失脚、投獄された。 1087年に釈放されるものの、すぐに反乱を起こして、翌1088年に、海外追放され、釈意も剥奪された。以降オドは、大陸ヨーロッパで活躍し、釈意を取り戻すことは二度となかった。フランドル博ロベール一世の孫ウィレム・ファン、イーペルは、フランドル博領の継承をめぐって、ギオーム・クリトンと争い、同じくクリトンによる継承を喜ばなかった。 イングランド王ヘンリー一世は、追い、スティーブンをフランドルに派遣した。これが、きっかけとなってウィレムとスティーブンは知り合いになり、ウィレムは1133年に、フランドル地方から追い出されるとスティーブンを頼って、イングランドに逃亡した。1135年12月に、スティーブンが、イングランド王位を継承するとウィレムは徴用され、1141年には、 ケント州を与えられた。英国人名治典はこの時正式なケント伯爵の爵位が与えられなかったとしている。いずれにしても、1154年にスティーブンが失脚してヘンリー2世が即位すると、ウィレムも失脚し、1157年にイングランドを出てフランドルに戻った。イングランドオージョンの晩年とヘンリー3世の 若年期に最高法官を務めたヒューバート・ドバラは1227年に、ケント伯爵に除されたが、1232年に突如、失脚して投獄され、1233年に、第3代ペンブルック伯、リチャード・マーシャルの反乱に加担したが、翌年に恩赦され、爵位を取り戻した。1239年には再び反逆罪で、訴えられる危機が生じたが、 最終的には1243年に死去するまで、借位を保持した。息子を二人儲けたものの、二人とも借位を継承できなかったという。イングランドをエドワード一世の、スエオエドマンド・ブッドストックは、イボアニエドワード二世に徴用され、1321年6月に、御校長官に任命され、同年には、ケント伯爵にも助された。 エドワード2世は人気を失い、ウッドストックは1326年にエドワード2世を廃位させた反乱に加担して、新政権に取り入ったが、エドワード2世が死去しておらず投獄されているという、ご情報をつかまされて、反乱を起こし、1330年に残主刑に処された。死後、長男エドマンドは母による誓願もあり、 爵位を回復し、弟に当たる三代伯爵、ジョンの死後は二人の姉妹に当たるジョーンが爵位を継承した。ジョーンの夫、トマス・ホランドは、妻の権利により、ケント伯爵の爵位を得たともされるが、いずれにしても彼は、ケント伯爵として議会に招集された。二人の息子に当たる二代伯爵トマスと孫に当たる三代伯爵トマスは、イングランド王リチャード二世に徴用され、 三代、伯爵は1397年9月に、サリー公爵に除されたが、リチャード2世の敗位と共に、サリー公爵くらいの放棄を余儀なくされ、1400年には、ヘンリー4世への陰謀に加担したとして処刑された。三代伯爵の弟エドマンドは、爵位継承を許可されたが、1408年9月に、死去すると爵位は廃絶した。 初代ウエストモーランド伯爵、ラルフ・ネビルの息子で百年戦争とバラ戦争に参戦した、ファウコンバーグ男爵ウィリアム・ネビルは1461年のタウトンの戦いに勝利した功績で、ケント伯爵に除され、海軍教にも任命されたが、娘しか儲けなかったため1463年に死去すると爵位は廃絶した。 初代ケント公爵第12代ケント伯爵ヘンリー・グレーの肖像画、チャールズ・ジャーバス作、1710年代。バラ戦争における、ノーサンプトンの戦いでランカスター派からヨーク派に、蔵返した第4代ルシンのグレー男爵エドマンド・グレーは1463年6月に、 イングランドオークラ教徒、数密コ門館に任命され、1465年5月30日に、ケント伯爵に除された。バラ戦争の戦乱においても1484年に、リチャード3世から、1487年にヘンリー7世から、爵位を再確認され、息子ジョージは爵位を継承することができた。ジョージは1483年に、 バス勲章を授与され、ランバート・シムネルの反乱で、国王軍の指揮官の一人を務め、1497年、コーンウォール反乱でも、反乱軍を撃破した。ジョージの長男に当たる三代伯爵リチャードは、ガーター勲章を授与されたが、その異母帝に当たる四代伯爵ヘンリーは、辞書が、貧弱を理由として、ケント伯爵の称号を使用せず、 孫レギナルドは1571年に誓願を出して、ケント伯爵として承認を求めて成功した。また、ヘンリーがケント伯爵を全く使用しなかったため、レギナルドは誓願を出す前には庶民として扱われ、1563年にウェーマス選挙区で庶民議員に当選した。6代伯爵ヘンリーから8代伯爵ヘンリーまでの3代に、 渡って、ベッドフォード社当館を務めたが、1639年に八大伯爵が死去すると、ケント伯爵と従属爵位のルシンのグレー男爵は、分離。ケント伯爵は四大伯爵の弟、アンソニーの孫アンソニーが、ルシンのグレー男爵は、園石チャールズ・ロングビルが継承した。九大伯爵の息子にあたる十大伯爵ヘンリーは、短期議会で、 レスター選挙区選出の庶民人議員を務め、以降ラトランド党官とベッドフォードシャー党官を歴任した。十代伯爵の孫にあたる十二代伯爵ヘンリーは、母からルーカス男爵を継承し、区内長官、王室家政長官、王子少書など多くの役職を歴任し、1706年にケント公爵に、1710年にケント公爵に、 1740年に、グレー公爵に助されたが、息子に先立たれたため、その死に伴い孫娘ジェマイマが、グレー公爵とルーカス男爵を継承したほか、ケント伯爵を含む大半の爵位が廃絶した。1866年女王、誕生記念助君において、ビクトリア女王の次男アルフレッド・アーネスト・アルバートは、連合王国貴族である、アルスター伯爵、ケント伯爵、 エディンバラ公爵に除された。しかし、二人の息子に先立たれたため、1900年にアルフレッドが死去するとこれらの爵位は廃絶。ザクセンコーブルクゴータ公は、第二代オールーバに公爵チャールズ・エッドワードが継承した。ありがとうございます。